皆さんおはようございます。マーティンダーメン、今日は金沢です。天童市の天童市今年で65周年将棋モニュメント除幕式を開いて、なんとゲストはあの方が来てくれたんです。その前に市は将棋を作る、指す、見せるの3本柱で街づくりしたそうです。サインに加減付け、将棋の3枚の組み合わせ、本当に3本柱の将棋いいですね。除幕式、山本真嗣市長だけではございません。あの将棋の羽生善治さんが来てくれたんです。はい、各面国旗、福礼、将棋星天と王将の文字が並ぶそうでございますね。はい、羽生さんが来るとはまさにサプライズですね。はい、半分さんではないです、羽生さんです。はい、あと藤井聡太も来てほしかったね。藤井聡太現役の棋士、はい、ひふみんも来てほしかったね。ひふみん、あ、ちょっとひふみんのモノマネしたあの将棋っていうのはね、天童が発祥なんですよ。ぜひ来てください。以上です。バイバイ。